常磐。常磐、時は、大日本帝国海軍の装甲巡洋艦。旧式化に伴い機雷不設艦に改造。不設艦として太平洋戦争に参加した。軍艦、常磐は、イギリスで建造された日本海軍の装甲巡洋艦。浅間型装甲巡洋艦の2番艦。フィリップ・ワッツの設計によるもので、イギリスのアームストロング・ホイットワースが売却用に見込み生産していたものを購入したものである。艦名は永久不変を意味する時はによる。1904年、明治37年からの日露戦争で活躍。1905年、明治38年5月下旬の日本海海戦に参加した。第一次世界大戦にも極東から太平洋方面の作戦に参加した。大正時代になると旧式化により海防艦に艦種変更。続いて1922年、大正11年から1923年、大正12年にかけて不設艦に改造される。1927年、昭和2年8月1日、戦技訓練中に爆発事故が発生。死者35名と負傷者68名を出した。修理後は支那事変、日中戦争における中国大陸沿岸部の作戦に従事。1941年、昭和16年12月の太平洋戦争開戦時は第4艦隊旗下の第19戦隊に所属しており、主に中部太平洋諸島方面で行動した。1943年、昭和18年6月に日本本土に帰投後は日本近海で訓練や機雷敷設任務に従事。1945年、昭和20年8月9日、大湊で米軍機の空襲を受け大破。終戦の日を迎え、1946年、昭和21年に解体された。明治から昭和にかけ、日露戦争、第一次世界大戦、日中戦争、太平洋戦争の全期間にわたって第一線で活動した主君艦、航運艦である。巡洋艦、常磐は姉妹艦、浅間に続いてイギリスアームストロングで建造された。1897年、明治30年1月6日にアームストロングで起工。10月18日、イギリスで建造の第3号1等巡洋艦は浅間。第4号1等巡洋艦は常磐と命名された。10月21日、軍艦常磐はクレチンジュ副所管と定められる。1898年、明治31年3月21日、海軍軍艦及び水雷艇類別標準の制定により、1等巡洋艦に類別。7月6日進水。1899年、明治32年5月18日に竣工。翌日、5月19日、日本海溝のため出発、同年7月16日に横須賀に到着した。1900年、明治33年6月19日、北辰事変に出動するため佐世保を出撃。8月20日、呉に寄港した。1903年、明治36年4月、神戸沖で挙行された。大演習観艦式に参列。12月28日、常備艦隊が解体され、戦艦を中心とする第1艦隊、司令長官、東郷平八郎海軍中将、旗艦、戦艦、三笠と巡洋艦が主体の第2艦隊、司令長官、上村彦之丞海軍中将、旗艦、装甲巡洋艦出雲が設置される。第1、第2艦隊で連合艦隊、司令長官、東郷中将を構成した。浅間は、第2艦隊隷下の第2戦隊、装甲巡洋艦、出雲、岩手、東、八雲、常磐、浅間、通報艦ちはやに配属される。1904年、明治37年からの日露戦争では、第2戦隊に属して参戦。旅順港攻撃、ウルサン沖海戦、日本海海戦に参加して、日本海軍装甲巡洋艦隊の威力の一端を示した。1914年、大正3年8月18日、新編された第2艦隊、司令長官、加藤貞吉海軍中将、旗艦、戦艦周防の第4戦隊、岩手、八雲、常磐に配属される。第一次世界大戦では、青島の戦いに参戦したほか、ドイツ東洋艦隊、マクシミリアン・フォン・シュペイ伯爵捜索のため、ハワイ方面に足を伸ばした。1915年、大正4年12月4日、横浜沖で挙行された5対0特別艦艦式で、防護巡洋艦、矢作、船頭艦、通報艦、満州と共に具部艦となる、御召艦は、巡洋戦艦、筑波。常磐には、皇太子、裕仁親王、後の昭和天皇、厚宮、陽仁親王、高松宮、信仁親王が乗艦し、観艦式を観覧。昼食は本館で取った。式典では、満州と共に、御召艦の後ろを航行した。大戦終結後は、練習艦任務にも就いた。1921年、大正10年9月1日、常磐以下日露戦争で活躍した各艦は、海防艦1等に種別変更された。大正時代において、日本海軍の敷設艦は新造敷設艦の勝力と、装甲巡洋艦海曹の2隻、津軽、阿蘇の3隻を有していた。このうち、津軽の老朽化が著しいため、常磐は、津軽の大艦として、敷設艦に改造することになった。1922年、大正11年4月1日、津軽は除籍。9月30日、本艦は、海防艦から、敷設艦に類別変更。佐世保鎮守布石。同年から1923年、大正12年にかけて、海防艦から、敷設艦に改装された、3月31日に、改造完成。後部主砲と副砲の一部、魚雷発射管などを撤去、機雷敷設機場を装備、機雷500個を搭載した。1926年、大正15年には、機雷の連続敷設が可能なように、さらに改修された。敷設艦としての用目、改装時は、以下の通り、津軽が廃艦の後、常磐は連合艦隊付属となって、敷設訓練などに活動した。1927年、昭和2年に入り、常磐は山東出兵支援のため青島警備の任務につき、帰国後落ち着く暇もなく、佐伯湾での連合艦隊訓練に協力することとなった。この時、佐伯湾で訓練を行っていたのは、第一水雷戦隊であったが、旗艦の天竜型軽巡洋艦2番艦、竜田は、旗艦故障により離に入ったため、常磐が臨時の第一水雷戦隊旗艦となって、訓練に参加することとなったのである。常磐は7月31日に、佐伯湾に到着した。8月1日、この日は、朝から、機雷敷設訓練が実施された。従前通りならば、訓練では、模擬機雷を使用して、訓練を行っていたのだが、ワシントン海軍軍縮条約締結以降、劣勢の量を質で補おうと、連合艦隊司令長官、加藤寛治大将の肝入りもあり、実装備の兵器を使用して実戦に似せた訓練を強化することとなった。敷設予定の5号機雷140個のうち、18個は、火薬実装機雷だった。機雷担当班は6班ないし15班に分かれ、1班あたり3個から4個の実装機雷が配分された。訓練は8時14分に中間班において開始され、各班は順調に作業をこなしていったかに見えたが、第1班と第3班の作業は、絶縁不良などのミスにより、うまくはかどらなかった。訓練審査委員が集まって協議した結果、ミスのなかった。実装機雷は策略を抜いて火薬庫に戻すこととし、故障のあった3個の実装機雷は、それぞれを適当な距離に離した上で、故障の発見に努めることとなった。やがて、故障の復旧が一応なったとして訓練が再開された。9時39分、県の3個の実装機雷の1個が突然爆発し、2分から3分ごとに残る2個も爆発を起こした。周囲の委員や乗員は爆発でその姿を消し、現場の中間班から火災が発生した。また、爆風は上方あるいは下方へ突き抜け、下方へのものは防御甲板に達した。この時、ミスのなかった実装機雷は、すべてが策略を抜き切っておらず、すでに抜いた策略は誘爆を防ぐため海中に投棄された。常磐は火薬庫に注水の上、周囲艦船の協力のもとに消火に努め、火災は10時38分に消火された。その後の艦内点検の結果、自力航行可能と判断され、帰還任務から外された上で、修理のため佐世保に向かった。この事故により、常磐は35名の死者、行方不明者を含むと68名の重軽傷者を出した。事故の詳しい原因は、当事者も現物も爆発で死産したため死因は不明のままだが、絶縁不良の状態のまま、何らかの理由により、信管に電流が流れたものと推定された。また、5号機雷の信管系統の仕組み自体に問題があると判断され、5号機雷は安全装置が内包された構造に改められた上で5号機雷改め1として回収された。一方で、常磐の事故は、日本の重巡洋艦の並走にも影響を与えた。折しも、高尾型重巡洋艦が寄港直前であり、また、すでに就役中、または、竣工間近の古高型重巡洋艦、青葉型重巡洋艦及び、妙高型重巡洋艦では、61センチメートル、連装魚雷発射管6基12門を中間板に設置していた。しかし、被弾した際に大損害を被る可能性が大きかったので、軍令部ではその対策の研究が重ねられていたところだった。常磐の事故をきっかけに、高尾型では、魚雷兵装が61センチメートル、連装水上魚雷発射管4機8門にトーンダウンし、設置場所も中間板から露天甲板に変更された。また妙高型の魚雷兵装も高尾型に準じて改修され、同時に、次発装填装置の設置や、魚雷格納庫の防御強化が進められた。事故後の常磐は、以後約10年間の大半の期間を、中国大陸方面の在外警備官や予備官として過ごした。1930年、昭和5年になると、ロンドン海軍軍縮条約が締結、日本海軍は旧式装甲巡洋艦2隻、阿蘇、常磐の代艦として、新型敷設艦の建造が認められたが、阿蘇の代艦として、沖ノ島、2代目が建造されたのみで、常磐の代艦は建造されなかった。1937年、昭和12年頃になると、ロンドン海軍軍縮会議を脱退した日本は、南洋諸島の軍事要塞化を推し進め始めていた。1940年、昭和15年5月1日、現役に復帰して、第4艦隊に属していた常磐は、熊型軽巡洋艦2番艦、玉と共に第18戦隊を編成。同年後半期に行われた訓練では、パラオ、トラック及びジャルート環礁において、実地訓練を行った。10月11日、横浜沖で実施された、紀元2600年特別観艦式に参列し、第4列に配置された。11月15日には、第19戦隊、司令官、島清秀少将、旗艦、沖ノ島に移動。日米間の緊張が最高潮に達した1941年、昭和16年11月末から12月初めにかけて、マーシャル方面防備部隊に編入された常磐は、エニウェトク環礁とビキニ環礁の入り口に防御機雷を敷設して有事に備えた。太平洋戦争開戦時、南洋部隊、指揮官、井上鳴海第4艦隊司令長官、旗艦、鹿島喜嘉の常磐は、クエゼリン環礁に停泊しており、しばらくは、クエゼリン環礁で待機していた。アメリカ軍は1942年に入ると、南方作戦の牽制とアメリカの士気の上昇を機として、真珠湾攻撃から逃れて無傷だった空母軍を最大限活用して、日本側に停滞反撃を与えようと活発に動き始めた。1942年、昭和17年2月1日、空母エンタープライズを旗艦とする、ウィリアム・ハルゼイ中将率いる第8任務部隊が、クエゼリン環礁とマロエラップ環礁に対して攻撃、仕掛けてきた、マーシャル・ギルバート諸島機動空襲。この攻撃で、第6根拠地帯司令官、八代雄吉少将が戦死し、指揮系統に空白ができた。8時40分、常磐艦長、富澤藤彦大佐は、本職、マーシャル方面防備部隊の指揮を、シュツルト打電。しかしこの時、第6通信隊司令、牛尾藤正大佐も、同内容の緊急電報を打電しており、マーシャル方面防備部隊司令官が2人出現する事態となった。間もなく、南洋部隊の差配により、牛尾司令が、マーシャル方面防備部隊司令官となり、常磐は防備部隊の作戦に協力することとなった。第8任務部隊機の空襲により、常磐は直撃弾1、至近弾3を受けて勝破。8名の戦死者と10名の負傷者を出した。常磐は修理のため3月11日にクエゼリン環礁を出港し、3月24日に佐世保に到着して修理に入った。修理の後、常磐は水船を曳航して5月11日に佐世保を出港し、5月26日にトラックに到着。6月6日付でマーシャル方面防備部隊に再び編入され、6月11日にはクエゼリン環礁に到着してマーシャル方面での行動を再開した。7月14日、第19戦隊は解体、島少将は軍令部出仕。常磐以下所属2隻、津軽、常磐は別部隊に転じた、津軽は第8艦隊付属、常磐は第4艦隊付属。8月17日から18日にかけての近畿州に対して増援部隊を送るためにクエゼリンとジャルート環礁イミエジの間を往復した後は、再びクエゼリン環礁で待機の日々が続いた。1943年、昭和18年5月1日、常磐は第5艦隊、第52根拠地帯に編入された。5月5日にトラック行きの輸送船団に加わって、クエゼリン環礁を出港し、5月9日に到着。次いで海防艦、隠岐が護衛する4526船団に加入して、横須賀に向かい、6月5日に横須賀に到着した。6月13日から7月7日まで佐世保に滞在した後、7月13日から18日まで舞鶴に停泊して整備を行う。帰国した常磐は第52根拠地帯に配属され、7月20日に大湊に到着、同地を新しい根拠地とした。大湊方面では主に指揮下の掃海艇や船艇、砲艇との訓練に従事した。1944年、昭和19年に入り、日本海軍は、本土決戦と近海でのアメリカ潜水艦の活動激化に備え、日本近海に機雷を敷設する必要に迫られた。すでに昭和18年5月から11月にかけては、公海入り口に6000個に及ぶ機雷を敷設。続いて、東シナ海に大規模な対戦機雷礁を敷設することとなったが、海上護衛総司令部からの提案に対して、軍令部は当初、対蘇戦対策と効果の面で難色を示したが、船舶への被害増加に鑑みて、実施に移されることになった。しかし、敷設艦として建造された艦の多くはすでに撃沈されているか、南方での敷設任務のほか輸送や、船団護衛に従事していた。そこで旧式艦の常磐と機雷敷設能力を持つ特設艦船が、本土近海の機雷敷設作戦の主力として駆り出された。1944年、昭和19年1月20日、海上護衛総司令部は、常磐、特設巡洋艦、西光丸、大阪商船、5350トン、特設敷設艦、新光丸、橋本汽船、6479トン及び、高久志丸、高千穂商船、6774トンとともに、第18戦隊を編成。以後、東、シナ海をはじめとして、対馬海峡、宗谷海峡といった日本近海及び、台湾海峡、黄海での機雷敷設作業に従事する。1945年、昭和20年に入ってからは、南西諸島方面への緊急輸送作戦も行った。この間、4月14日には、関門海峡東口で諸雷して勝破。6月3日にも舞鶴湾口で諸雷したが、共に損傷はしたものの自力航行は可能で、大事には至らなかった。6月、第7艦隊に所属。終戦直前の8月9日、常磐は、大港で第38任務部隊、ジョン・S・マケインシニア中将による空襲を受け、大港空襲、右舷前部に1発、左舷中部に2発、艦後部に1発の、計4発の直撃弾と4発の至近弾によって損傷。常磐は浸水したものの、ビルジポンプで排水し続けた。しかし、8月15日に終戦を迎え、乗員が艦を去っていくことにより排水作業ができなくなることから、8月15日中に艦の保全のために足先東方海岸に格座し、衛船の助けを得て闘病して艦を固定した。1946年、昭和21年から1947年、昭和22年にかけて解体された。1900年初頭の旧式巡洋艦が、不設艦に改造されることは諸外国でもあったが、第二次世界大戦終結まで活用された例は、本艦のみである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。